その子もそんな動きないよ。お父さん最近将棋でいつ遊んだ？しばらく遊んでないよ。将棋のルールまだ覚えてる？なんとなくかな。父はアルツハイマー病で、アルツハイマーに効くと言われている将棋をここ1週間2人でやっている。私がまだ小さい頃に両親が別れて、私はお母さんと日本で暮らしていた。お父さんはニューヨークへ引っ越して、今までほとんど会う機会がなかった。あ、トイレットペーパー買うのお父さん覚えてた？よし、3月23日。えらいじゃん、お父さん全部メモに書いて。ねえ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 、お父さんの日記読んでいい？いいじゃん、ちょっとぐらい。別に面白くないぞ。そんなことないよ。お父さんのこともっと知りたいし。こっからのマンハッタンの景色すごい綺麗。夜は特に街並みの光は綺麗だ。晴美は今のところニューヨークはどうだ？好きか？まだ1日しか経ってないから分かんないけど、まずはもっとお父さんに会いに来れること。絶対ニューヨークを好きになるぞ。あれの学校はいつから始まるんだ？寮とかどうだ？寮は別に問題ないよ。学校は来週から。お母さんが私の荷物郵便で送ってくれる。あとお母さんがお父さん次またいつ日本に帰ってくるのって聞いてた。夏かな。それかお母さんはこっち遊び来るの？ああ、それはどうだろうな。お母さん昔からニューヨークのことをあんまり好きじゃないんだ。なんで？いや、若い頃に一緒にお母さんとお父さんでニューヨークに来た時は初めての海外だったんだ。お母さんはニューヨークのこと汚くて、スコセッシの映画の印象もあって、ニューヨークのこと好きにならなかったんだ。ニューヨークのこと好きじゃないお母さんがなんでここに来たの？いや、俺はこっちに引っ越すってことでさ、もうお父さんは文化の芸術にあふれてるニューヨークのことが大好きなんだ。お母さんは何とも思ってなかったみたいだけどな。ただお父さんと一緒にいたかったからここまでついてきてくれた。それでこれがお母さんと一緒に眺めた景色さ。へえ、ロマンチック。一緒にいる間で一番印象に残った時かな。どうぞ。
父さんどうしたの、なんか気持ち悪いエプロンなんかつけて。エプロンがどうしたか。有名なシェフはみんなつけてるぞ。次郎さん見ろ、ミシェルの星なんか持ってるか知ってるか。次郎さんはシェフだからつけてんでしょ。俺はシェフじゃないのかい。お父さんどうしたの、今日張り切っちゃって料理なんか作って。ハッピーバースデー、お誕生日おめでとう。いや、すっかり忘れてた。本当に全部準備は完了。夕ご飯の準備あとちょっと。ありがとう。すごいお父さん。いただきます。いただきます。どうだ。おいしい。この味懐かしい。また小さくなってきてるんだったか。お前は毎年若くなっていくぞ。お母さんとか、一回お母さんが熱出して夕飯作れなかった時、うん、お父さんが台所の出番しなきゃならなかった時、お前がお父さん大丈夫、ご飯の作り方分かってるって。お前やった。あの時のお父さんのエプロン姿がすごい変だと思って。だけどあの時の料理のお父さんの出前すごい良かった。これなんか願い事。お父さん。お父さん。お父さん。
すいません、どこかでお会いでも。佐藤秀樹です。あなたのお名前は？はるみです。はるみ、ああ、綺麗な名前ですね。この景色みたい。そうですね。